ここからは空をリポートソラリポ、気象予報士の田中里穂さんです。よろしくお願いします。お願いします。田中さん、はい、今日の日中は昨日一昨日の方が日差しが強いような気がしたんですけれども、はい、やはり半袖でちょうどいいぐらいの陽気でしたね、うん、そうですね、はい、昨日より気温が下がったものの今日は湿度が高かったので蒸し暑く感じられました、はい、さて明日の県内は今日よりも日差しの届く時間が長くなりそうです。明日午前9時の予想天気図を見ていきましょう。明日日本付近は紀伊半島沖に中心を持つ高気圧に覆われますので県内はおおむね晴れる見込みです。でこの日差しもあって昼間はぐんぐん気温が上がるでしょう、はい、明日の予想最高気温こちらです。はい、各地で今日よりも気温が上がるでしょう、広く7月中旬から下旬並みで内陸や山沿いでは真夏日のところがありそうです。かなり高くなりますね。そうですね、はい、湿度も高く蒸し暑くなりますから熱中症には注意をしてください。でさらに向こう1週間は季節先取りの暑さとなりそうです。新潟市中央区の週間予報で見てみますと、このピンク色で示した平年よりもですね高く28度前後の日が続く予想となっています。そうですね、はい、でまた上の天気も見てみると土曜日以降曇りマークが並んでいますが梅雨前線が北上してきてここ雨の降るところもありそうです。そうなるとこの土曜日以降に梅雨入りの可能性もあるんでしょうか。はい、そうですよね、はい、最新の梅雨入り予想では、北陸地方はこれよりも後の6月の19日頃となっています。そうなんですね、はい、ただ北陸3県がこの日曜日が雨予報ですので、まあ、今週末の梅雨入りの可能性もないことはないかなという、はい、ところです。はい、まあ、いずれにせよ大雨の季節は迫ってきていますので、防災グッズへの備えなど、早めになさってください。はい、